父の介護で戻ってきたふるさとで、その事件は起きた。どうして？頭気をつけて。これ、さっきできたのじゃないよね。監禁されてたとか。あなたのお名前は？誰だ？あんたの子供かよ。テレビつけて。あの子の傷見たでしょ。親元に帰ったらどうなるの？でもこれは犯罪だよ。大事なお話があるの。あなたは私の子供なの。お母さん。あなたはね、悪い人たちにさらわれてたの。もうそのことは忘れていいから。一つの嘘が明かしていく、それぞれの隠し元。お前こんなとこで何やってる？親の住所を調べられない？協力してくれないなら警察に全部話す。あんた大変なことしてくれたね。悪魔だ。お前が隠したの？どこにやった？いや、その嘘は罪か愛か。あなたのこと教えてあげる。隠し事。